皆さんこんにちは。防衛大臣の岸信夫です。本日は防衛省の自殺事故防止対策本部長である松川防衛大臣政務官のご提案で、私自身もカウンセリングを受けてみました。これまで一度も自分自身でカウンセリングを受けたことはありませんでした。12年ほど前に私が防衛大臣政務官を務めていた時も、自殺がですね、大変多くて、メンタルヘルスが大きな課題となっていて、その時に部隊でもカウンセリングを受けやすいような環境を作っていこうということがあったんですけども、自分自身で受けてみようとは思ってなかったところです。最初はやはりカウンセラーの方とどのような話をすればいいのか、すごく戸惑う感じもありましたけども、少しずつ自分の話、一つ一つは取るに足らないようなことでも、それを口に出して話していくうちに、気持ちが溶けてきて、さらにいろいろなことを相談することができるようになったと思います。自分だけで考えていた時と比べますと、やはり楽になったような気がしております。隊員の皆さん、本当に毎日任務お疲れ様であります。日々厳しい任務に遂行するにあたりましては、体の健康を維持するだけではなくて、心の健康を維持するということも大変大事なことだと思います。心の健康を維持するためには、普段であればゆっくりお風呂に入るような、そういうリラックスすることもできると思うんですけども、そういう気持ちでまずは気軽にカウンセリングを受けてみてはどうでしょうか。特に指揮官の皆さん、部下の隊員の皆さんにカウンセリングに対する心理的な抵抗感を低減させるべくですね、多くの隊員にカウンセリング体験を受けてもらう、そして自らもカウンセリングの体験を積極的に実施するように努めていただければと思います。